にちは、こんばんは。バンコクの T2BKK です。今日はですね、ある方から贈り物をいただきまして、日本からわざわざ国際郵便でですね送っていただいたんですけど、お礼とちょっとご紹介を兼ねてね、ビデオを撮らせていただいております。超党員総裁が主催されている100歳会の方に参加されていて、最近は前回の100歳会では仏教等についてご登壇されていた米山さんという方がいらっしゃって、その方、まあもう私よりね、人生経験的にももうはるかに大先輩に当たられるんですけど、私も仏教には原始仏教ですね、その思想とか概念にまあ興味があって、まあ、関連の本を少し読み始めてる程度ですけど、米山さんはお子さんの頃から書道を学ばれていて、 LINE でね交流を持つようになって、何か座右の銘にしてることはありますかと、もしあったら書にね書いていただけると、わざわざ送っていただけるっていうことだったんで、初めちょっとそれはちょっと申し訳ないかなと思ってちょっと躊躇したのと、あと特に座右の銘っていうのももう、持ち合わせてなかったので、まあ、せっかく温かいお言葉をいただいたんで、いろいろ考えてですね、4文字熟語で座右の銘で何がいいかなとってずっと考えていて、行き着いた先がですねこちらになります。無我無心ですかね。これもしかしたら仏教用語か何かのお経にもしかしたらあるような言葉かもしれないですけど、まあ、よくなんていうんですかね、無我夢中とかはよく使うじゃないですか。で、まあ初めは無我夢中っていうのも考えたんですけど、なんて言ったらいいのかな。無我夢中に何かするっていうのはもちろん大切なことだと思うんですけど、無我夢中、まあ無我、自分を忘れて何かにこう没頭するとか熱中するとか集中するとか、そういうことじゃないかなと思うんだけど、なんとなく無我夢中っていうのはあくまでなんかこう自分のために無我夢中に何かするっていうふうになんかちょっと感じてですね、まあ自分が目指す目標じゃないけど心がけたいなと思ったのがこの無我無心。まあ無我っていうのはまあ読んで字のごとく我を捨てて、そして無心、まあ、英語で言えばノーマインド、何者のにもまあ囚われず固執せず生きるというか、まあ我もなく、失敗したらどうしよう、負けたらどうしよう、落ちたらどうしよう、なくしたらどうしよう、人に見られたらどうしようね、まあ、いろんなこうなんていうのかな、邪念というか、そういうものがやっぱり集中力を、まあ、なくしてしまう原因というか邪魔するというか、昔自分がまだ健常者だった頃、まあ、よくゴルフをしましたけど、まあ、月に 1,2 回程度ですけど、まあ、多分30代とか40代の頃だと思いますけど、まあ全然下手っぴーなんですけど、たまにね、自分で言うのもなんですが、ものすごいいい当たりがする時とかあるんですよね。で、それ時って本当になんかもう何も音も聞こえない、よくね、だいたいゴルフってメンバーで回るじゃないですか、だいたい4人ぐらいので、まあみんなでスコアを競う、まあ4人で回っているとどうしてもね、他のプレイヤーが自分を見てる、失敗したらどうしよう、 あそこに水があるな、あそこに、バンカーがあるな、あそこになんかこう邪魔するものがあるな、
ああいう、そこにはまったらどうしよう。ああ、ダフったらどうしよう。いろんなね、こう、ことを考えて、結局、球をただ打てばいいだけのことなのに、いろんなこの邪念が入って、集中力を失ってしまう。で、その、たまーにですけど、まあ、おそらく50回か100回に1回ですけど、たまに自分で打った気がしないぐらい、自分で言うのもなんですが、ナイスショットっていうのがたまにあるんですよね。で、そういう時って本当に何にも考えてないっていうか、本当にそれこそノーマインド。もう周りのことなんてもう一切気にしない。音も聞こえない。クラブの重みも感じない。そんな時に多分そういうナイスショットが出るのかな、で、もし本当に書いていただけるんであれば、無我無心、これはやっぱりまあ自分の人生目標じゃないけど、忘れがちなね、言葉なんで、それを書いていただければ、どこかに貼ってね、いつも忘れないように、なるかなと思って、で、無我無心というのをお願いしました。で、そしたらまあ、米山さん早速ね、まあ、精神統一というか、私はもう書のことも全く何にもわからないので、やっぱりタイミングが大切なようで、そのやっぱりその書を書くときに、ちゃんと手をね、清めて、体を清めて、そして、まあ、その、書にこう集中できるようなタイミングというのかな、多分。で、その書こうとする文字が書ける心境になった時に、書かれる。まあ、そういう、なんかタイミングが多分あると、まあ、これもそのゴルフのスイングのタイミングとか、あと私がまあ趣味でやっているその射撃の引き金を引くタイミング、もう全てやっぱりタイミングだと思うんですね。そのタイミングを見計らってですね、わざわざ書いてくださって、そして国際郵便でね、これを送っていただきました。で、ちょっとまだ今これどこに飾ろうかなって、まあ額縁に入れて大切に飾ろうと思うんですけど、まあちょっとどこに飾るのが一番いいのか、絶えず目につくところがいいのか、どこに飾ろうかちょっと考えが決まってないんですけど、でもやっぱりこの字にね、ふさわしい場所に飾らせていただきたいと思っています。米山さん、本当にわざわざ私なんかのためにね、お時間を使っていただいて、この賞をね、送っていただきまして、本当にありがとうございました。もう本当に家宝として大切に伝えていきたいと思います。でね、ちょっと政治の話になっちゃいますけど、もしね、今の日本の国会議員700名か710名ぐらいいたかと思うんですけど、その方全員残らずね、この無我無心、この言葉でね、考えて行動していただけるならば、その党の良し悪しに関わらず、この無我無心に基づいてね、国民のために一体何が本当に必要なのか、このことだけにね、集中して、まあ、自分の利益だとか、党の利益だとか、党を応援してくれる団体の利益だとか、そんなことにね、固執するんではなく、日本全体、ね、少なくとも、まあ、日本の国会ですから、日本全体のために一体何が、大切なのか、必要なのか、そのことをね、にだけ集中してくれれば、きっとね、何党が、どの議員が首相になろうがならなかろうが、ちゃんとした政治が私は行われるんではないかなと思います。
この無我無心というのがやっぱり失われた時にね、あるべき政治がとんでもない方向に行ってしまったり、間違った方向に行ってしまったりするんではないかなと。 Hello YouTube、So today I'd like to、say thank you very much to Mr. Yoneyama-san who is、much senior than me. He has a more life experience and、a lot of knowledge. He has been studying、calligraphy since he was a little child. And、one day he、asked me, do you have any words that I want him to write? I considered again and again.、finally, I got an、idea to write down this, and he sent me this.Japanese or kanji, we read muga, mushin. Muga means no selfness, and mushin means no mind or something like that. No selfness and no mind.、this is that word I asked him.And he kindly sent me by overseas post. After he spent、lots of time to write this, I really thank you so much to him. And this video is to appreciate his、kindness. And、now I'm thinking to、where to put this.Remind me these two words. This is composed by two words. No selfness and no mind. When I was、still healthy, for example, I played golf. I'm not good at golf, but、I liked it.And I played about just once or twice a month, maybe. And my score is, of course, not good at all. But、I enjoyed myself and I liked it. We play normally four persons, one team. And then we play...together. And、I always fail to make a good shot or nice shot because I'm not good at all. But only sometime, maybe once per 100 times, I could hit a nice shot. When I thought over success,I think that time is maybe I had no mind. No mind means when we play the golf, we think many things like I can hit good. The team member look at me. Over there is a water. Over there.As a bunker,、there is many hazard.、I afraid、I may fail. So maybe I could not concentrate on just hit the ball.Because of too many minds. But if no minds, we can concentrate on just to hit the ball, golf ball, then, yeah,
very low percentage, but just few sometimes I could make a nice shot. And of course, I love myself and the family and my friends. But if all others are not happy, I think we can't happy if all others are unhappy. I think we can feel happy when everyone is happy. So in Japan, the government politicians, all politicians in the parliament, they have 700 or 710 peoples or representatives, politicians. But it seems for me, they always think about himself, his party, and supporters of his party. I mean, a particular group think about the profit or merit of the particular organization or team, not whole country. But if all 700 politicians has this mind or no selfness or no mind to consider others, just concentrate on the everyone's happiness, I don't think we don't have battle between party and party, battle between politician and politician. We have no time to fight internally. We have to fight with sometimes nature, natural disasters, or like a pandemic. That is a real enemy. Other party, other organization, other groups, they are not enemy, actually. If we and all politicians or representatives think and can think like this, many of problems can solve much quicker and easier. We spend lots of time for unnecessary thing. So I just think over again about this two words as an important philosophy. I think this philosophy maybe comes from Buddhism, I think. Maybe other religions also have a similar philosophy, I guess. Okay. That's all. This is a maybe a thanks message to Mr. Yoneyama-san, who join often, almost every time, every week, Hyakusaikai. Hyakusaikai means 100 years old crowd by President Choto in Daigaku. Okay, in English, that's all. Okay. Back to Japanese. 僕もね、やっぱり ただの人間ですから、やっぱり自分が可愛いですし、ね、あるいはまあ自分の
家族とか自分の周りの友達とか、まあそれがやっぱり第一優先になってしまいますけど、やっぱり我が我がと我のことばっかり考えていたら、やっぱり周りが幸せになって初めて自分が幸せになれるんじゃないのかなと。自分だけいくら幸せになっても周りが不幸だったらね、そんな中でやっぱり幸福な気持ちには絶対なれないと思うし、政治家の場でね、考えてくれれば、そんなその政権争奪争いみたいなね、くだらないことに時間を割いてるね、暇があったらば、1億総国民がね、必要最低限のその幸せを享受できるのか、そのことをね、もう党派を超えてオールジャパンでね、考えてほしいな。それにはね、やっぱり時には我を、まあ、半分ぐらいに抑えて、あるいは3分の1ぐらいに抑えて、またいらぬ邪心をね、もう取っ払ってやるべきことに本当に、集中する。そうすればやっぱり日本人はね、まあもともと真面目な人が多いし、きっとね、やれないことはないと思うんですよね。だからどっかで、誰か一人でも二人でも気づいてくれればね、それがどんどん広がって、いい世の中になっていくんじゃないのかなと。もうすでにね、そういうふうに活動されている方もいると思いますけど、まあ、まだまだ割合としては少ないのかなというのをね、思います。はい、ちょっとまた長くなってしまいましたが、今回は米山さんから頂戴した大切なね、意味のこもった書のお礼の動画となります。ということで、あと米山さんは小川淳也さんがね、まだ若い頃、学生の頃、塾のアルバイトをされていた時に、その塾をも経営されていたっていうか、今も経営されてると思うんですけど、その、オーナーさんでもあるんで、で、小川淳也さんを、まあ、総理大臣にしようとする、まあ、いわゆる後見役になられる方だと思うので、まあ、私も直接小川さんを助けられることがあれば助けたいですけど、まあ、なかなかちょっと私にはそれももう難しいと思うので、まあ、米山さん経由になってしまうのかもしれませんけど、小川淳也さんに、あるいはまた小川淳也さんのような方、に日本のね、将来を変えていってほしいな、まあ、変えるっていうか、本来あった、まあ、ちょうどその、まあ、憲法もなかったね、江戸時代、200数十年のその、まあ、300年近い平和な時代というか、そういう時代が日本には憲法もなく、まあ、あった時代があったわけだし、まあ、もちろん西洋列強のね、外圧が明治維新の頃直前に、まあ、あったっていうこともあって、まあ、日本史に大きなね、その影響を外部から加えられたっていうね、外的要因もありますけど、まあ、もう一回その江戸時代ぐらいにね、まで一旦遡ってね、もう一回、まあ、ゼロからのスタートじゃないですけど、そもそも今の憲法ってどうなのとか、あるいは民主主義ってそもそも一体どうなの、いわゆる多数決の原理で物事を決める、もちろん最終的には多数決で決めないと時間的制約があるから、いつまでたっても何かが決まらないっていうことで、最後は多数決でっていうことになっちゃうんでしょうけど、
多数決で物事を決めると結局多数派の意見が通ってしまって、少数派の意見というのは結局打ち消されてしまう。その結果が結局第二次世界大戦でね、太平洋戦争にまで、突入してしまった、日本が止められなかったっていうね、そういう誤った判断が結局多数決、多数派の意見が採用されてしまうっていう、この民主主義、民主主義にもやっぱり根本的に資本主義に限界があるように、民主主義にも私は限界があると思っていて、民主主義もね、今後どんどんやっぱり変えていかないといけないと思うんですよね。その少数派の意見がきっちりとその反映される、多数とか少数とかじゃなくて、そのアイデアそのものが本当に合理的でいいものなのかどうなのか、その時代時代にあって、いるものなのかどうなのかっていうのを本当に客観的に誰がどう見てもね、これが一番その時にはベストな選択肢であるというのを、やっぱり我を忘れ、邪心を忘れて問題に本当に集中する、集中して考える、何々党だからこういうふうに考える、何々党だからこのように考える、こちらが1と言えば、いやこちらは2だと、絶えずなんかこう反駁し合うというか、反対し合うというか、明らかに間違ってる場合にはもちろん反対するのはこれ当然だけど、それぞれの意見を本当に尊重してね、でそのいろいろなその意見を本当に全部こう合算して、その中から最大公約数じゃないですけど、一番いい部分をね、ピックアップして、そして、全てをこう融合して、多数派のも多数派も少数派もないいうふうにしないと、やっぱりまた同じ過ちを繰り返す可能性がね、何パーセントとかってちょっと弾き出せないですけど、私は基本的に満場一致を持って、その物事を決定していくっていうのがこれ基本だと思っていて、いや満場一致するまでには時間がかかりすぎるよと言うんであれば、今の時代はもう AI もねありますから、 AI にこういう場合こういう場合こういうあらゆる場合を想定して、やっぱり AI に、将来予測じゃないけど計算させて、でその例えば、1000ある選択肢の中から、どれが一番妥当か、あるいは実現可能性があるのか、そして効果があるのかっていうのを、例えば1000の中から10選ばせて、あとは人間のね、多数派少数派に関係なく、さらにその自由の中から、みんなでね選んで、そして、人間の手を加えて、人間的なね、解決方法を導いていけば、無限に時間がかかるっていうことは AI がねサポートしてくれると思うんで、昔は AI とかね、そういう人間の脳の能力も超えるような人工知能っていうのは昔はなかったですけど、今はある時代ですから、そういったものも活用しながらね、国会を運営していけば、満場一致っていう形態も決して不可能ではないと、不可能ではなくなってきているというふうに考えています。はい、ということで、また独り言みたいな感じになっちゃいましたけど、はい、今回はこれで終わらせていただきたいと思います。